浄土寺は、愛媛県松山市にある新言集豊山派の寺院。三号は、西林山。陰号は、三蔵院。本尊は、釈迦如来。四国八十八箇所第四十九番札所。本尊新言、のうまく三万だぼだ南幕五栄か、十悪の我が身を捨てずそのままに、浄土の寺へ参りこそすれ農教院。本尊、奥の陰寺蔵村山戸前に咲く。 三景式桜二王像伝承によれば、天平正法年間に、後見天皇の直眼を受けて、絵名商人が改装、本尊として行基が刻んだ、釈迦如来像を祀ったという。当初は、宝奨集であったが、空海が画乱を再興した際に、新言集に改修したという。平安時代中期の天台宗の僧空也が、天徳年間にこの寺に滞在し、布教に努めた。 研究三年に、源の頼朝が道具を修復するが、永二十三年には、陛下で消失。河野道信によって、文明十四年に再建された。現在の本堂はその時のものである。慶安二年には大規模な修繕、昭和三十六年には解体修理が行われている。なお、本堂に置かれた図紙に巡礼者が書いた牧書落書があり、その最古のものに、 大英五年の年号が見られる。また、陰号の三蔵院は、浄土宗の快祖法年承認第二祖昇降承認第三祖吉忠承認の自作像を安置していたことにちなむが、1945年の出先での空襲で消失している。大指導石段を登って、三門を入ると右手に長図場その後ろに、微材天さらに石段を登って、右に首廊があり、 正面に本堂が立つ。本堂の左側に阿弥陀堂と愛禅堂が右側に大師堂がある。農協所は手老の後ろにある門を入りずっと奥にある。牛の峰地蔵堂。ありがとうございます。